山本周五郎作、もみの木は残った。朗読その第206回、第4部第8章、伊達屋敷消防。続きから。六郎兵衛は外へ出た。店から10軒ほど行ったところで刀を渡された。六郎兵衛はそれを腰に刺すと、西へ向かって杖を突き歩き出した。あの船頭たちは見ていた。汐留の堀端で兵庫之助に目をやられた時、船頭たちは船の上から眺めていたと六郎兵衛は思った。すると激しい屈辱感のために鋭く胸が痛み、憎悪が血管の中で脈を打った。不思議なことには、その時のことを思い出すたびに、兵庫之助にやられたことより、その船頭たちに眺められていたということの方が彼を深く傷つけ、骨がきしむほどの屈辱感を与えるのであった。石川は男らしくやった。六郎兵衛は口の中でつぶやいた。男らしく勝負をして、そして俺が負けたのだ。だが黒田源四郎、あいつは俺を哀れんだ。俺を哀れに思って酒を振る舞い、金まで恵んでいった。金を恵まれたということが六郎兵衛の思考を大きく転換させた。これまでだな。柿崎六郎兵衛もこれまでらしいなと彼は思った。彼は今でも元の道場に住んでいるが、この半年の間に金は使い果たしたし、雇い人も受けないから荒れ放題に荒れて、近所ではムジナ屋敷などと呼んでいるようであった。宮のやつがそういうことだとすると、あとは乞食でもするほかに生きる方法はない。黒田に金を恵まれたのは乞食の第一歩が始まったことだ。この事実から目をそらすな。これが現にある事実だ。しかも俺はその金を受け取った。いや、受け取ったのだ。紙に包んで田元へ入れられた時、叩き返すこともできたのに、そうしようとさえしなかったのだ。一ノ関が最後だ。伊達兵部へ行って、ただの内膳か、うまくいったら新妻隼人を捕まえ、少なくとも100金は召し上げてやろう。これが最後だと六郎兵衛は自分に言った。歩いて行きながら田元の中で紙包みを開き、数えてみると小粒が2つに銭が幾枚かあった。2分とちょっとかと彼はつぶやいた。するとみんな合わせて2両足らずだな。前には金とは思わなかったが。突然何かにつまずいて転びそうになり、六郎兵衛は苦痛のうめき声を漏らした。つま先を何かに突っかけたらしい。よろめいただけで転びはしなかったし、爪も無事ではあったけれど、骨まで響く痛さにしばらくは指がしびれたままであった。往来のことだから人が見ていたであろう。子供たちの笑う声が聞こえ、ついで後ろから、馬だよ、馬だよと怒鳴られた。六郎兵衛が身をよけると、すぐそばを馬が通り過ぎ、馬の体の匂いが強く、まるで顔を撫で去るようにはっきりと感じられた。おい、子供たちと六郎兵衛は笑い声のした方へ呼びかけた。誰か行って籠を呼んできてくれ。打賃をやるぞ。彼は田元から銭を幾枚か取り出し、手のひらへ乗せて差し出した。すると脇の方で、銭なんかおよしなさいという男の声がした。籠は呼んできてあげます。子供に銭なんかいけません。どうかしまっておくんなさい。六郎兵衛はそっちへ向いた。銭がどうしたと。貴様何者だ。そんなに凄みなさんなとその声が答えた。
体の不自由なものは不自由なようにおとなしくするもんだ。やい平行、この人を四つ角まで送って辻かごに乗せてやんな。六郎兵衛は額を上げた。重ね重ねの屈辱で吐き気のするほど激しい怒りに駆られたが、それは怒りというよりもすでに一種の快感に近いものになって、もっと徹底的に自分が痛めつけられるのを見てやりたいという衝動さえ感じ始めるのであった。芝だ。辻かごへ乗ると六郎兵衛はそう命じた。芝の宇田川町だ。そのあたりへ行ったら酒の飲めるところへつけてくれ。かごが降ろされるまで彼は冷静に、そしていきり立って座っていた。冷静に自分を観察し、過去を回想し、そうして今日堺屋敷から始まったそれまでの出来事を司祭に思い返して、自分を含めたあらゆるものにいきり立ち、かごに揺られながら微笑していた。ものにするぞ。彼は唇で微笑しながら思った。今日こそ一ノ関をものにしてみせる。俺は俺の好ましいように生きてきた。自分を抑えたり我慢したり耐え忍んだりしたことはない。欲しいものは即座に手に入れた。欲しいものを手に入れるためには少しも遠慮しなかったし、手段の逃避にも決してこだわらなかった。これが俺の生き方だ。石川のために両眼を失ったが、俺自身を変えることはできない。俺を乞食にすることはできない。俺のこの頭を下げさせることは誰にもできないぞ、と六郎兵衛は思った。俺は俺なりに生きた。彼はカゴに揺られながらつぶやいた。これからも俺の望むように生きていく。どこまでもだ。何かおっしゃいましたか、とカゴの後棒が聞いた。芋虫の這うような担ぎ方をするな、と六郎兵衛は怒鳴った。急いでやれ。それからほぼ一時のち、宇田川橋にある伊達兵部の屋敷で火事が起こった。火は兵部屋敷から出たともいい、隣接した町家から出たとも言われるが、日暮れ前から吹き始めた強い西南の風にあおられ、たちまち炎焼して田村右京屋敷を焼き、伊達本邸を焼いた。9月はまだ秋で、火事の備えも十分ではなかったし、西南の風が強くなるばかりで防ぎようがなかったのだろう。町家は源助町から芝口一丁目まで、武家屋敷は幸い橋五門まで焼けた。伊達家は浜屋敷も全焼してしまい、陽君亀千代は側近の者に守られて品川の下屋敷へ立ち退いた。火事は明くる日の午前3時に収まった。第9章談笑14。申し上げます。内前か、要談中だ。急なようでなかったら後にしろ。恐れながら枠屋殿が出府されるとのことでございます。枠屋が出府すると？ただいま仙台より大月五木の旧氏が到着いたしました。皇上か所長か？詳しいことは所長をもって申し上げますが、取り急ぎ皇上にてということでございます。よし聞こう。枠屋殿がこの正月仙台において幕府お国目付に面会されたことはご承知の通りでございます。知っている。吉岡が訴状を出したすぐ後のことだ。吉岡が訴状をですか？隼人には話さなかったか？存じませんでした。大学は3年前からしきりに自分の冤罪を主張し、二度も国目付へ訴状を出した。
これまでは国目付も受け付けなかったが、今年の国目付はそれを受け取って老中へ届けることになったのだ。そしてまた枠屋殿ですか。枠屋は何を申し出たのだ。坂論でございます。坂論だと。寺池様との領地境の争いについて詳しく申し述べ。それは分かっている。その件について老中への取りなしを願い出ましたところ、幕府から内命があって事情を聞くために柴田劇が召されました。それも知っている。柴田が仙台を立ちましたのが25日。それと同時に枠屋殿もその在所において門出の祝宴を催しました。門出の祝いとな。皇上にそう申しております。では出府する気だ。また同じ29日には菩提所円土口に積水和尚を訪ねて自分の法名を乞い、建立院徳王修宅居士とつけられたということです。間違いない。いよいよ出府する気だ。以上でございます。よし、使者をいたわってやれ。今度こそ時節到来でございますな。はやともそう思うか。これまでに幾度かそれらしい折もございましたが、この度ほど事の重なった例はございませんでした。赤字の争いが口火だった。伊藤七十郎一族の処刑、里見十左衛門の死とその跡目の問題、奥山大学の訴訟、今年に入ってからは先ほど申し上げました八代五郎左衛門ら5名の国目付に対する豪訴、そして枠屋殿の出府、これだけ揃えばもはや十分でございましょう。待て、内膳の話でよく聞き損ねた。八代ら5名の豪訴をもう一度聞こう。八代五郎左衛門、小畑源七郎、早川八左衛門、飯淵三郎右衛門、大河内三郎右衛門ら5名が家中仕置きの不正について上書をしたため、帰任する幕府国目付をその途中伊達郡郡の宿に訪ねて豪訴したということでございます。家中仕置きの不正か。そうだったな。隼人、まさに言う通りだ。これは揃ったぞ。枠屋殿の出府もおそらく坂井論だけが目的ではございますまい。そうと思うか。たとえ牢毛されたとしても、わずかな地境の争いなどを老中に訴え出るほど枠屋殿は無分別な人ではございません。隼人は本当にそう思うか。坂井論は老中への手がかり、まことの目的はその裏にあると存じます。まことの目的とは。申し上げてもよろしゅうございますか。俺にも推察はつくが、まず聞こう。私はおそらく岩沼様とお上のお二人、つまり両ご公権に対する非難の訴えであろうと存じます。岩沼と俺の非難。もちろん私の憶測でございます。待て、それは当たっているかもしれん。今内膳の申すところでは、門出の祝宴を張り菩提寺の僧に法名をつけてもらったということですが、これは死を覚悟した証拠でございましょう。田舎者は苔脅しが好きだ。しかし枠屋のじじいがそこまでやるというのは尋常なことではないかもしれぬ。馬屋橋港へおいで遊ばしますか。案を練ってからにしよう。ご思案がございますか。今度こそものにしなければならぬ。こんな機会はまたとあるものではない。とすればこっちでも十分に手を打って
外れることのないように下ごしらえをしなければならぬ。船岡殿はいかがですか？船岡、原田海がどうした？始終を話してお味方に引き込むのです。それはダメだ。私はずっと以前から目をつけていました。お上が信じ遊ばすようになってからも私は心許せぬ人物と見ておりましたが、そのために彼の力量が分かったと申しましょうか。今こそ彼をお味方に引き入れる時であり、それがうまくいけば千人の味方を得るよりも大きい力になると存じます。会は今のままでいい。お口返しをするようですが、その必要はない。ことが成就した場合、馬屋橋の意向では俺が30万石、立花家に20万石、白石、片倉小十郎に10万石を分与するということだ。それはまだ確たる取り決めではございませんでしょう。立花家はまずよい。さっきの義行殿の奥が亡き忠宗の娘で、つまり当代の左近将監には実母にあたるからだ。それにしても20万石は多すぎるし、白石への10万石は全く無駄だ。これは一ノ亀に振り向けるつもりである。もちろんご意見次第でございましょう。もしここで甲を引き入れれば、異なった時に相当の加増をしなければなるまい。そんな代償を払ってまで彼を味方につける必要はない。その話は無用だ。もちろん御意次第でございます。津田玄馬に使いをやれ。は、明日麻布の下屋敷へ来るように。俺は今日これから権太夫を連れて行くが、隼人も明日参るがいい。麻布で手抜かりのないようよく相談もしよう。承知つかまつりました。第10章、美久の魚。今度はお父様の名前ね、とかよは言った。いや、そう、しまかずえ。一字ずつ口で言いながら、かなり巧みな手つきで半紙の上に金文字を書いた。こうでしょ？読み直してごらん、と貝が言った。どれか一つ字が違っていやしないか？かよはおちょぼ口を引き締め、大きな目を見張って一字一字拾い読みをした。もう8つになるんだな。貝は杯を持ったまま、感情を潜めた眼差しで佳代の顔をそっと見守った。佳代はツンとした表情で貝を見上げた。ちゃんと書けていますよ、父様。そうかな。ちゃんと書けてますからね。ほら、読んでみよう。貝は片手で半紙を取り上げ、そしてゆっくりと読んだ。あ、そ、し、ま、か、ず、え。違わないでしょ。そうかな。阿蘇島でいいのかな。やだ、お父様。かよは半紙を貝の手から取り、読み直してみて。あ、いけない、と言った。あと、矢を間違えちゃったのね。ああ、いけない。海とも見たようだわ。かよは机の上へ新しい半紙を広げ、座り直してまた筆を持った。海とんぼとは何のことだ？バカみたいような人のことですって、日本橋のおじさまがそう言ってました。日本橋？狩屋か。ええ、新助おじさま。かよは
振り向いていった。日本橋のお店へ来る漁師がいて、それは笠井っていう遠いところから来るので、自分で取った魚や貝やなんか持ってくるのでしょう。その漁師や漁師のおかみさんなんかが来て、いろいろ話をするときに、そういうことを言うのですって。本当は海どんぼやろうって言うんだけれど、貝はそんなことを言ってはいけないんですね。いけないだろうね。それからとカヨは言った。それから赤い男の人のことをナーコって言うし、女の人のことは名の下へ姉って言うんですって。カヨならカヨ姉っていうふうに。では私はカズエナーコか。やだお父様、ナーコは若い男の人でしょう。カヨは訂正した。それから、子供はみんな自分たちのことを女らって言って、女の子もそう言うんですって。おくみが魚を持って入ってきた。またおしゃべりね。とおくみが言った。お父様がいらっしゃると何もかもお留守になるのね。あなたは清書きはできたんですか？はい。できましたと言って、カヨは机の方へ向き直った。今お父様の名前を書いてるとこなのよ。いたずら書きはいけないでしょ。おくみは炙り焼きにした山鳩の皿を貝の膳の上に置き、調子に触ってみて、まだ冷めていないことを確かめてから貝に酌をした。おくみはそうしながら、手習いの時には手習いだけ、いたずら書きをしてはいけないとお師匠様がおっしゃったでしょ。とカヨに向かって言った。お父様の名前を書いていたのよ。と言ってカヨは笑い出した。したら間違えてしまったのよ。八十島の矢を間違えちゃって、阿弥陀様の矢を書いてしまったのよ。ねお父様。よしって。とおくみは眉をひそめた。よしてちょうだいかよさん。阿弥陀様と間違えたなんて縁起が悪いじゃないの。あら、阿弥陀様なんて言いやしないわ。阿弥陀様の後間違えたって。よしてよして。おくみは怯えたように荒々しく遮った。どうしてそんな嫌なことを言うの。よしてちょうだいって言ってるじゃないの。何をそう向きになるんだ。と貝は微笑しながら言った。仏壇に弥陀の像を飾っているのに阿弥陀というのが気になるなんて、お前の方がおかしいぞ。さぞおかしいでしょ。おくみは涙ぐんだ目を背けた。あなたには私の気持ちなんかお分かりにならないんですから。かよがいるぞ。どんなにあなたのことが心配だか。おくみは指で目頭を押さえながら言った。世間の噂を聞くたびに今にも大変なことが起こるのではないか。不吉な知らせが来はしないかと思って、朝までまんじりともしない晩が幾夜続いたか知りやしません。かよがいるぞ。とかいが言った。子供にそんなことを聞かせていいのか。お母様。とカヨが振り向いていった。私清書きができたから遊びに行ってもいいでしょ。私とスゴロクをするはずじゃないか。とカイが言った。ね、そうなさい。とおくみがカイの言葉を遮っていった。そこを片付けていらっしゃい。すずりや筆は自分でちゃんと洗うんですよ。カヨははいと言った。貝は杯を口へ持って行きながら、カヨの方を沈んだ目つきで見守った。親子の縁の薄い子だと貝は思った。今度は二年ぶりであった。戊辰の年に伊達屋敷が焼けたので、彼は任期を早めて出府したが、屋敷再建のためにいとまがなく、湯島を訪ねたのは明くる年の夏過ぎであった。
その時は6歳だった。6歳の時、すでに佳代はもうあまり甲斐につきまとわなくなった。父と子の関係がいつ断ち切られるかわからないということを本能的に感じているのだろうか。そう思って甲斐は重い気分になった。前にはよく甘えて彼を困らせた。一時でも多く抱かれていようとし、幼い知恵で彼の気を引こうと努めた。その時はその時で、やはり縁の薄いことを感づいているのだと甲斐は思ったものだ。そうだ、あの頃もそう思った。甲斐は自分の気持ちを振り返ってみて密かに苦笑した。子供は何も感じてはいないだろう。伸びてゆく命は伸びることでいっぱいだ。親との縁の薄いことを感じ取るような隙間はありはしない。自分がこんなふうに考えるのは馬鹿げた親の煩悩に過ぎない。まさしく煩悩というに過ぎないと甲斐は心の中で苦笑した。机の上を片付け、道具をきちんと始末してから佳代が遊びに出て行くと、おくみは濡れた目で甲斐を見つめながら聞いた。あなたは世間の噂をご存知でしょう。噂にはもう慣れているはずだ。私がですか。万事の大変があって10年この方、私についての噂には飽き飽きしているはずだ。今度はそうではございません。そうではないということをご存知でしょう。酒がないようだぞ。刈谷の兄からも聞きました。おくみは構わずに続けた。幕屋様が訴訟のために出府を許されてから、ご府代戸様の大名方でいろいろと噂があり、会津中将様でさえ一の席が悪いと仰せられているということです。それは新助から聞いたことか。兄は根のないことを言う人間ではございません。お出入りする大名方の多くが兵部様を非難し、あなたも一味の者で兵部様と共にご家中の仕置きを乱していると言っているそうです。おくみは興奮のため声を震わせていった。大名方ばかりではなく、市中の噂も大抵同じようだということです。甲斐は黙っていた。これだけの噂がご家中に聞こえないはずはありませんと、おくみはさらに言った。もしこれを向こう水な若い方たちが聞いたら、黙って手をつかねてはいないでしょう。きっとまた品川のおしも屋敷の時のような。甲斐はきっとおくみを見た。品川のしも屋敷、そんなことを誰に聞いた。伊藤様から伺いました。七十郎かと甲斐は思った。新左衛門が危篤だというので、その病床を見舞った時、彼は下屋敷で死角にあったことを七十郎に話した。その時分はもう七十郎は甲斐に絶好を宣告した後で、ほとんど往来は耐えていたし、七十郎ならそんなことを他言はすまいと信じたからであった。七十郎はここへ来たのか。お国へ帰る時ちょっとお寄りになったのです。お前は何も言わなかった。寄ったことは内緒だと伊藤様がおっしゃったからですと、おくみは言った。その時伊藤様は、あなたが今のような立場のままでいると、これから先も決して安全ではない。いつ第二第三の闇討ちをかけられるかわからない。よくよく気をつけるようにと念を押していらっしゃいました。それはむしろと言いかけて、甲斐は持っていた杯に目を落とした。その注意はむしろ七十郎自身がしなければならなかったものだろう。そう言おうとしたのだが、さすがにそれは死者への礼でないと思って話をそらした。これまでにもこのことは幾度となく話し合って、どうしようもないということはお前にもよく分かっていたと思うがね。分かっていることと絶え間のないこの心配とは別ですわと、おくみは言った。
夜も昼も怯えて、片時も心の休まる暇のないこんな暮らしには、私はもうとても耐えていくことはできません。よくお聞き。カイはなだめるように言った。お前は私が闇討ちにされることを恐れている。つまり私がいつ誰かに殺されるかもしれないということで怯えている。そうだね。国老の職を辞任することはできるはずでしょう。とおくみが言った。松山様も一度ご病気という理由で国老職を辞任なすったことがございます。私の言うことを聞いてくれ。いいえ、私の申し上げることも聞いてください。おくみの顔は青白くこわばり、目尻がつり上がっていた。船岡にいらっしゃる立脇様はもう25におなりです。あなたが国老を辞任なさり、立脇様に跡目を譲ってご隠居をなすっても決して早すぎはしません。世間ではごく当たり前のことではございませんか。それはその通りだ。ではなぜそうしてくださらないんですか。もう一度聞くが、お前が心配しているのは私の死ぬことだろう。カイは穏やかに微笑しながら言った。私が誰かに殺されはしないかという心配で怯えている。確かにその恐れがないとは言わないが、人間は女と一つ寝坊していて死ぬこともあるんだよ。あなたはすぐそんな風に。いや、とカイは静かに首を振った。これは冗談や軽口ではない。現にあることを言っているんだ。人の死にようは様々だ。壮健な若者が流行り病で急死することもあり、恐れ多いが天皇の御子も将軍家の姫君も天下の名医を集めながら平凡な病気で亡くなることがある。狂人の刃にかかるものもあるし、転んで頭を打っただけで死ぬものもある。私は一度闇討ちをかけられたが、怪我もせずに助かった。もし私に寿命があるなら、幾度闇討ちをかけられてもやすやすと死ぬことはあるまい。またもし寿命の尽きる時が来たら、おくみの寝まで死ぬかもしれないだろう。あなたはそういう方よ。とおくみは目頭を押さえながら力のない声で言った。ご自分がそのように割り切っているから、女の気持ちなんか察してくださらうともしないのでしょう。あなたはそういう薄情な方なんです。そういうことにして酒をもらおうかね。とカイは明るく言った。死ぬことを気遣われるより、生きているうち大事にされる方がいいからね。おくみが立ってゆくと、カイは何を見るともなくじっと空を見つめた。天皇の御子。自分の言った言葉が頭の中に一種の波紋を広げるようであった。それは静かに円周を描くように広がり、やがてじりじりと一点に凝集し、はっきりとその形を表した。貝はじっと座ったままでいて、やがて低く口の中でささやいた。御彩印の兆候。貝の目が力のこもった鋭い光を放つように見えた。両の頬に縦じわが刻まれ、唇がきっと引き締まり、呼吸が深く大きくなった。なるかならぬかと彼は自問自答した。わからない。ご気性はお強くはないようだ。しかし待て、考えてみる値打ちはある。宝春門院もまだご健在だ。カイは立って行って障子を開けた。やがてお組が神鍋と調子を持ってきた。調子を禅の脇に置き、こちらの火鉢に神鍋をかけてから、カイの方を見て、そんなところにいて寒くはないかと聞いた。気持ちが静まったのだろう。声のトゲトゲしさも消えていたし、
顔色も常のように和らいで見えた。お酒が参りました。そこを閉めてこっちへいらしてくださいと奥見は言った。どうなさいましたの？怒っていらっしゃるんですか？誰が？私がか。貝は振り向いて微笑した。唇の間からほんの少し綺麗な白い歯がのぞいた。怒っているのはお前だろう。それとももう収まったのか？すみませんでした。おくみははにかみながら顔を伏せた。あんまり心配が重なるものですから、ついのぼせてしまいましたの。どうか堪忍してくださいまし。女はいいなと貝はつぶやいた。おくみには聞こえなかったらしい。やはりはにかんだ目でまぶしそうに貝を見上げ、寒いからそこを閉めてくださいと言った。今何時くらいだ？7つちょっと前でしょう。貝は障子を閉めてこちらへ来、禅の前に座って杯を取った。正右衛門のところへ使いをやってくれと貝が言った。ちょっと急ぎの遠出をするから肩代わりをつけて夜前の早籠をすぐよこすように。あなたがお出かけですか？急ぐと念を押すように言ってくれ。あなたがいらっしゃるのですか？そうだと言って貝は手を挙げた。あとは聞くな。聞いても答えられない。使いをすぐにやってくれ。そしてこのままお屋敷へ？いや。貝は首を振った。無論ここへ戻ってくる。騎兵が帰るまでは動けない。早く使いの方を頼む。おくみは急ぎ足で出て行った。かご屋はこの大地の下、黒門町の近くにある。主人の正右衛門については前に記したが、今でも貝に対する正右衛門の態度に変わりはない。かつて男立てとして名を売り、命を投げ出して暴れ回った面魂は、40歳を越した今でもその風貌に残っている。それが貝の前に立つと、まるで女僕がその主に対するように、たくましい肩腰を縮め、この命一つただいまにでも差し上げます、というような目で見るのであった。その時も、正右衛門は人足たちと一緒に来た。夜前方の早籠は4人で担ぎ、肩代わりが2人つく。次亀下を着た貝は刀を右手に持って現れたが、正右衛門を見ると首を左右に振った。お前は来なくともいい。いや。正右衛門は地面に裸の片膝をついて答えた。お供をいたします。その必要はない。残れ。どう仰せられようとも、私はお供いたします。世評を案じているのだなと貝は思った。彼もまた世間の噂を聞いて、貝の身辺を危ういと見ているのだろう。そうなったら後へ引く男ではない。貝は籠に乗り、草履を預けた。間違ってはいないか。カゴが品川の下屋敷へ着くまで、貝は幾度も自分の考えを検討してみた。枠屋の訴訟が老中評定にかけられるとき、おそらく伊達家の運命は決するであろう。家中分乱という名目で64万石は改易になるかもしれない。酒井忠清がこの機会を狙っていたことは確かであった。たとえ改易にはならぬとしても、忠清が一ノ関に約束したような形で致命的な処置を取られるという予想は避けられないと思う。これに抵抗する道は、加賀薩摩の二藩を味方につけることであるが、どちらにもまだ手がかりさえついていない。前田家とは一応連絡ができたけれども、警戒されてそれ以上は踏み込めなかった。もう少し時間があれば必ずものにしてみせる。だが時間がない。
出府してくる幕屋の秋には途中で会えるように使者を出した。老中評定だけは避けなければならないという理由を詳しく書き、村山喜兵衛に持たせてやった。それには本邸へ入る前に湯島の家で一度泊まってもらいたいとも書いたのであるが、果たしてどういう返事をよこすかわからなかった。涌谷は人が変わった。仙台で矢崎舎人が密使に来てから涌谷としばしば書状を交換した。老中への訴訟をもう少し延期してもらいたい、まだその時期ではないということを繰り返し説いたが、秋はまるで受け付けなかった。秋は官人の尾を切っていた。前にはもっと辛抱強く重厚すぎるほど重厚な人だったが、年老いたためだろうか、顔面と言いたいほど訴訟を固執し、ついに幕府老中の許しを得て出府することになった。本邸へ入る前に会えばまだ説得することはできる。だが会えなかったらどうするか。このまま秋が意地を通し老中評定に持って行くとしたら、何か幕府を牽制する法を講じなければならない、こう思い巡らしていた時、御祭院の上皇という存在に気づいたのであった。上皇と隠居の綱宗とはいとこにあたる。すなわち上皇のご生母宝春門院は櫛毛左中将高宗の娘であり、綱宗の生母はその妹の海姫である。御祭院は御水の王天皇の第七王子で、まだ花町の宮と言われていた時、江戸へ下校され、綱宗も使者を持ってご機嫌奉仕をした。宮は明暦2年に即位されて御祭院と唱えられたが、その時も綱宗は父の忠宗と共に祝儀の使者を差し立てた。また綱宗が幕府の命令で小石川堀の普請にあたった時には、宝春門院から綱宗に労をねぎらう根徳な使いがあった。宮中からの助力が得られれば幕府を牽制することができる。甲斐はそう考えた。上皇は綱宗のいとこであり、宝春門院は叔母にあたる。伊達の後輩に関わる大事だから、事情をつぶさに述べて訴えれば陰からの助力を得ることはさして難事ではあるまい。仮に困難が伴うとしても、ことここに至ってはもう他に取るべき手段はない。他に手立てはない、と甲斐はつぶやいた。確かに残された手段はこれ一つだ。綱宗に親書を求めて一刻も早く京へ急使を出す、これが唯一の頼みの綱だ、と甲斐は思った。籠は下屋敷の手前で止め、甲斐はそこから歩いていった。ところが門は通ったが玄関で止められた。取り次ぎの侍は奥へ行ったが、出てきたのは別の侍で、お目通りは許されない、と答えた。甲斐は穏やかに、では家老に会おう、と言った。下屋敷の家老は去年から高野与惣左衛門が変わっていた。ご家老も多様で、と取り次ぎの侍は答えた。お目にはかかれないとのことです。甲斐は静かに言った。言上すべき大事な御用があって思考した。私には国老の職権がある、高野にそう申してくれ。取り次ぎの侍は式台にいたが、すっと膝をすすめて甲斐を見上げ、声を潜めていった。申しても無駄でございます。どうしてだ。ここはご隠居の殿のお屋敷ですから、ご本邸の国老という職権だけでは通りません。押してお通りになれば、と言ってその侍はさらに声を潜めた。お一命にも関わりかねないと存じます。甲斐は
その侍の顔を見つめた。どこかで見た覚えがある。年は31か2であろう。丸顔のがっちりした体つきであるが、見上げている目には何やら愛想するような色がうかがわれた。その方は何という？小将組の千夜新十郎と申します。その侍はそこで抵当し、すぐに顔を上げていった。お願いでございます。どうぞここはお引き取りください。立って至高のお望みでしたら、ご貢献からお指図のあるようお計らいの上に願います。甲斐は新十郎の目を見つめていた。ご記憶でございますか？と新十郎は甲斐を見上げながら言った。かつてこなた様が望楽亭へ宿坊された木と藪囲いのところで闇討ちを仕掛けたものでございます。覚えがない。と甲斐は言った。詳しいことを申し上げるいとまがございません。私はあの時のお言葉を肝に銘じております。今ここでは私の申すことをお信じください。私の友人が奥で決起の者どもを抑えているのです。お願い申します。どうかここはお引き取りください。わかった。甲斐はうなずいていった。その方のことは何も覚えていない。しかし気遣ってくれたことには礼を言おう。ありがたかった。そして甲斐は首すを返した。湯島へ帰る籠の中で甲斐は幾度も深いため息をついた。目に見えない時の動きと人の心のどうしようもない変化、その二つのものが直に肌へ触れるほど鮮やかに感じられた。時の勢いの動きには人間の意志を超えた何かの力が作用しているようだ。人の心はその動きにつれて変化する。分かりきったことだ。歴史はそういうことを繰り返してきたし、これからも同じような繰り返しを続けてゆくだろう。そう向きになるな、と甲斐はつぶやいた。俺は今兵部の一味として伊達家中ばかりでなく、世間の多くから非難の目で見られているという。だがこれは初めから自分で承知していたはずだ。悪夜と松山と俺とで合議をした時、俺はこの席に座ったのだ。家中の若者たちから狙われるのも今に始まったことではない。あの七十郎でさえ去っていったではないか。しかしこの虚しさは何だろう、と甲斐はしばらくしてまたつぶやいた。自分でこうなることを望んでいたのに、今非難の注目を浴びているということで、こんなに虚しく物寂しい気分になるのはどういうわけだろう。自分は今最も強くなければならない。これまでのどんな時よりも強く、力を緩めずにしっかりと立っていなければならない。それなのにこのような寂しい虚しさを感じるというのはなぜだろう。自分にそれだけの力がないためか、涌谷の性格が変わってしまい、頼む素房に死なれて一人だけになってしまったからだろうか。それとももともと自分は弱い人間で、こういう大事に当面する力がなかったのだろうか。いや、これでいい。これが自然だ。かなり長い時間の後、甲斐は自分に向かってうなずいた。人間はもともと弱いものだし、力の現れは一様ではない。鉄石の強さも強さ、雪に折れない竹のたわみも強さだ。ここで好奇心を振り起こすよりは、この虚しい物寂しさを認める方が俺にとっては強さであるかもしれない。カゴが湯島の家へ着いた時はもうすっかり暮れて、町の柳並には火が入っていた。甲斐は正右衛門に
飯を食べて行け」と言ったが、彼は辞退して去った。去って行く時、彼は貝の顔をじっと見守り、まるで怒っているような調子で言った。御前、どうかご身辺にお気をつけてください。気にするな」と貝は微笑した。俺は大丈夫だ。お出かけの時にはお供のひとましをなさらなければいけません。大切なお体だということをどうかお忘れにならないでください。そうしよう」と貝はうなずいた。今日はご苦労だった。正右衛門はブスッとした顔で去った。風呂を浴びてから貝はまた酒を命じて座った。山本周五郎作、もみの木は残った。朗読その第210回第4部第10章美久の魚途中まで。朗読2019年5月14日。